型にはまらない超個性派のモンスターマシンが集う陶芸 USA。 うわやられてる。中でも2年連続優勝し驚愕の走りで我々の度肝を抜いたのがこのマシン。ごめんね風間、ちょっと格が違うみたいよ。楽勝。アメリカンモンスター XS エンジニアリング。そこで気になるのが日本のトップとどっちがすごいのかという興味。そんな我々の呼びかけに日本代表として手を挙げたのが日本チューニング界のトップ中のトップ、マインズ。GTR についてはうちはまあただパワー出すだけじゃなくてですね、きちんと車を曲げて、脱出を早くしていくっていう意味合いでは、そんなに心配はしてませんけども、やはり、負けたとなるとやっぱり問題ありますし、GTR で有名な、マインズっていうこともありますから、早く完璧にの状態でね、走れるかっていうのが多少心配ですけども、日本代表としてね、気合い入れて、いきたいと思ってます。一路マインズはアメリカへ。一方、迎え撃つアメリカン魔王 XS エンジニアリングは、マインズカーは It's been about two years because I've been watching that video off and on. It's like, and every time I watch it, just man, the car's fast, you know. So, it's amazing, the car, especially how factory it looks and everything. This one's more of a street car competition, and although I'd like to be able to beat it, this car's just not designed for a little tiny track. It's just, either way, it's an honor to be on the same track with that car.日本代表マインズがアメリカ本土に上陸。峠最強伝説 in USA 峠ショーダウン開演。さあ今年もやってまいりました峠 USA。 やったきましたね。またこれ今回はなんと見てください、日本とアメリカ、アメリカのチャンピオン、ね、そして日本のドン。まずはね、はい、アメリカ代表 USA 峠のしもべ、はい、ボビーのエスコートで XS エンジニアリング、はい、エリック・シュー来ました。ハリウッドじゃないんだから、はい、目のやり場に困るんだ。いいね、はい、でかいねエリック、さあ、トゥービッググッドときたもんだ。さあそして日本代表です、ね、はい、峠のしもべ、はい、近藤和美率いてマインズの新倉道三、よよよ日本代表、さあなんかご機嫌らしいね社長顔がもうホクホクじゃないですか。最高、はい、どうでね、もういい思いした。燃え尽きた、燃え尽きた、昨日で燃え尽きた。今日が本番ですから、はい、今日が本番ですからね。さあということで、ね、アメリカに乗り込んできた新倉道三、ね、殴り込んできたぞということで、はい、峠 USA エロ7やるときやる、気合入ってますね、気合入ってね、気合入ってね、なかなかお二人で負けてる、負けました、負けました。さあそれでは峠 USA エロ7行ってみたいと思います、はい、どうぞ。まずは今年のアメリカン魔王を決めるための予選がスタート。 XS エンジニアリングを破るマシンは現れるのか。一番手は K20A エンジンを搭載した VTEC エリーゼの登場。 I imported the first ITR K20A motor 4 years ago. Engine number 39.
and put it into a Lotus. Before that, I'd been using BHMC motors. This is a much better engine. Oh, supercharger, すげえ。世界最高の4気筒エンジンにスーパーチャージャーをドッキングしたエリーゼはどんな走りを見せるのか、ドリドリチェック。早いわ、コーナーは早い。325馬力のパワーと超軽量ボディの組み合わせでパワーウェイトレシオは驚愕の 2.62。 上りも速え。精度高いこの車、足もねタイムアタック用に作られてるしね、エンジン抜群にいいよこれ。続いて風間インプレッション。これね楽しい、これがエリーゼの市販車でもいいと思う。こうこじって入れたいなって時にもしっかりフロント入ってくれるし、スタンダードのシャシーでもこのパワーを受け止めちゃうエリーゼはさすが。タイムもこのクラスとしてはびっくりの4秒台。2番手は軽型 2.4 リッターを搭載する怪物パスポート CRX。 It'll be interesting. I'm not sure that the downforce is going to play a big role on this track because it's very tight and not quite so fast track. On the, pardon me, on the larger tracks it makes a huge difference. We're able to cornerMuch, much quicker. The car is doing very well in time attacks. 多分去年よりストレートよりは、まあストレートの分よりもコーナリングで勝負できる車になってるらしいです。ちょっとそこ見に行ってきます。去年はパワーありすぎで評価がいまいちだったけど、今年はどうか。ちょっとフロントのタイヤが太すぎて、立ち上がりでパワーかけちゃうと。フラフラするのがもったいないな。でもね FR みたいな感覚でも上がれるな。タイヤはなんと前後に235を装着。これもアメリカ流、日本じゃありえねえ。これ無言になるけどハンドル重いぞ。これもったいねえな。コーナー入ってくこうスピードだったりラストするスピードは去年よりも全然上がってます。去年はまっすぐで勝負してたんですけど、今回はこう曲がるとこで勝負してるっていう感じです。3番手はミューラーランエボ、2年連続のエントリーだ。The car is built for commuting on LA freeway. It's got air conditioning, CD player, seats 4, power windows, complete full weight street car for driving my kids around. 去年のは全く忘れちゃったんで、ゼロからまた、チェックしてみたいと思います。去年は予選で高得点をマークしながらもエンジントラブルで決勝に進めなかった三浦、リベンジなるか。ブレーキがつかみにくい。これアンダー強いかな。足も悪いところはないんだけど、他の四駆がどうかなっていう感じ。中高速コーナーはすごく安定した車だね。エンジンのパワーの出方も、ブレーキのフィーリング以外はなかなかの評価。風間はどうか。うん、ランサーにしては回答性はいいです。ああフロントのデフ欲しいな。街乗り用にしては乗り心地も考えたらいいんじゃないか。お父さんの週末サーキットお遊び車。4番手は600馬力オーバーのダイナコンプインプレッサが登場。 I think we've got a really good chance. This car is a very good car on very short tracks. It's got a very usable power band to itIt's set up to be a competitive car in more of a streetable class. It's got very good rotation. It's very manageable by throttle.
So we expect the car to be very competitive. ちょっとびっくりですよこれ。なんか5、600馬力ぐらいあるみたいです。コスワースですよ、コスワース。行ってきます。あのコスワースがフルチューンした 2.5 リッター仕様の実力はどうか。もうちょい案外消えてくれたらいいな。タイトなコースでも自信があるって言っていたけど、ハンドリングはちょっとアンダー気味。パワーはねすごいよ。パワーはいいんだけど、バランス的にはリアが踏ん張りすぎていて、フロントが先に逃げていくっていう感じ。だからフロントのスピードに合わせないとリアをコントロールできない。すごいな、やっぱ EJ の202リッター、2リッターのタービン交換なんかよりもトルクは全然ある。ちょっとね、ここのコースだとギアが近すぎだな。忙しくて上げたり下げたりしてる間のねタイムロスがちょっと大きいかも。オスシーフ初走行でセッティングが合っていないものの、これまでの最速1分2秒86をマーク。5番手は JIC マジックが手掛けるライトチューン、ポリシェ996ターボ。街乗りの車ですからね、だからかなり他の車かなりいじくってあるんで、基本的にはもう街に買い物まで行ける車ですから、まあ、どうなるか楽しみですね。でも本当ポルシェは安心な車だね。500馬力はないんじゃないかな。 GT2 用タービンを使用したブーストアップ仕様ってことだけど、それだけ車が安定しているってことか。気は抜群に、回答性もいい。レベル的にはいいところにある。ノーマルの良さをそのまま引き出してるかなっていう感じ。ポルシェターボに初めて乗る風間はどうか。あのね、コーナーの単位はね、フロントにしっかり乗った時はいいんだけど、この上りのここがこういう時つらいな。あとデフ、ぜひ車外のよく効くメガネを入れてください。それだけでも全然立ち上がりは早いです。予選インプレッションが終了。多数の応募の中から厳選されたマシンだけに全車好タイムをマーク。実はこれあれなんですよね。これ行ってみようか。はい、行ってみましょうか。第5位です。じゃん。パスポート CRX。CRX。はい。はい、ウーウー。5位でもなんでこんな盛り上がるんですか。コーナーは速くはなったんですけど、タイヤを太くしたせいで、その重捨てと一緒でこうハンドルが取られちゃうんですよね。キックバックする。そうなんですよ。で、ちょっとまっすぐ走るのも。ちょっとおっかないなっていうのがあって、ちょっとすみません、僕は辛めの走りやってる。まっすぐが辛いと。そうです、今度はまっすぐが辛くなっちゃいました。 V8 went to a quick ratio rack and that was why it was harder to steer. So this time we'll add power steering. 俺はこう話してるんだけど目がこっちに行っちゃうよ。 His eyes keep looking down. I understand. なんなんでしょうこの盛り上がりは。はい、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん。おコスワース、はい、コスワースダイナコンプインプレッサー。はい、どうぞ。コスワース、はい、はい、ね、ちなみにあの区間タイムはベストの1分2秒86で速いんですよ。ああ、2秒86。はい、これもうちょっとあれですよね、エンジンパワーがもうちょっとこう低中速からピックアップよくて
とか足回りの方がもうちょっとバランス取れたりすればもっとタイム上がっちゃいますよね。5200以下がないですよね。 Yes, it's very, very competitive on higher speed courses. Also today, the suspension is set up for a softer compound tire. まあ90点90点だからね、はい、悪くはないよね、はい、yep. 第3位お、はい、エボミューラーランエボミューラーランエボ、はい、ウー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 なんで見たかな俺はね、このね、はい、ランエボは、はい、あ、やめたって感じブレーキがギューッと沈んでちゃうのね、はいはいはい、攻める気になる要はペダルがこう奥へ行っちゃうようなそうそうそうギューッと入ってきちゃう、はいはい、これは何 なのこれIt could be a rotor run out or pad knockback. You know, it, we're running with the ABS today, which is unusual for us. And the ABS on that car's got a very soft feel. でもね、コースワースのよりはアンダーは弱い。Thank you. Okay. はい、感謝。はい。はい。さあ、いよいよ第2位。2位で行ってみたいと思います。じゃん。じゃがじゃん。はい。おー、ポルシェターボ。AIC、ポルシェターボ。はい、ポルシェターボ、はい、ポルシェターボ第2位、はいねはい、94、92これはね、はい、ノーマルとあんまり変わらないかなっていう、はい、素性がいいからポルシェは、うん、まあでもね、はい、普通に乗りやすくて進められる、まあ、足とブレーキと、タイヤだけですね。あライトですね、ライトは注入してパワーはなんか乗った感じ500馬力はねえぞって感じ、はい、ただねフライホイールで500だから多分体感上は420とか30とか、ね、エンジン単体では500が出てるけど、要は車に要はそうですね、タイヤがついて走る状態になると、ね、ノーマルですから、ああそうですね、でブースアップしたりとか、なるほど、なるほどね、これは乗りやすい、他にかからず、結構タイムもそこそこだし、そうそうそう、はい、うん、4秒24ね、はいはい、これは立派です、いやいいですね、はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、さあそれでは残りました。第1位行ってみたいと思います。事務所のじゃがじゃん。おお、エリーゼ。エリーゼ。エリーゼ。出ました。この感じ。お父さん。なんかいいね、なんか歩く方がみたいだよ。これはいかがですか。98点、97点。はい。That's excellent. Excellent. That's excellent. Yeah. これはね、もう本当おすすめ。もう世界におすすめ。ぜひこれをノーマルでこう売ってくれる人がいてくれれば、うん、そうそうそう、じゃん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 売れれば楽しい車です。てか彼がコンプリートでね、世界に発信してくれればいいね。You think Honda would listen to me? 大丈夫、みんなのパワーで。 Far be it for me to question Honda's infinite wisdom。ホンダの関係者の皆さん、ぜひね、はい、このエリーゼに VTEC エンジンを供給していただきたいなと思います。めちゃくちゃいいです。いいです、気になるチューンチャック。道芸 USA の予選中、何やら怪しい車が1台。こんな車呼んでねえよ。ねえ、お前チューンじゃない？How's it going? お前シカゴから来たの？ Yes, yes. 本当かよ。 How are you? お前呼んでないよ。 Doing good. Nice weather, you know. 何がナイス？ About like coming up. 何時間かかったの？ This time I flew by plane, so only 4 hours. データ使ったね、これ。 Oh, actually, San Francisco. We came from Northern California. で、何しに来たの？ We're actually here to see Kazuma-ja, not you. てなわけで、チャーリーの友人フランクが持ってきたデルソルをチェック。EG から変わって今度はね、CRX、ドンガラです。後ろガラスもついてね、雨降ったらどうすんだよ。まだ無名のフランクは車も貧乏仕様でも、チューニングにはこだわっているんだってさ。ドリドリの評価はどうなのよ。足はいいよ、思ったより。わー、しっかりしてる。見た目の割にはなかなかの高評価。フランクのショップ、アクミが名門ショップになる日も近いか。うわー、疲れるよこれ。
こんなので俺昔レースやってたんだな、こんな重捨ての86で。とドリドリが懐かしさに浸っていた。その時とんでもないことが。犬もびっくり。 XS のチャーリーの様子がおかしい。エンジントラブルで走行 NG。 アンビリバボー。残念ですね。いいバトルが見れると思ったら。まあでも、いや、my friend。No, yeah. Of course。友達になったから。XS エンジニアリングのリタイアにより、マインズ GTR と対戦するアメリカ代表は予選で最速タイムをマークしたダイナコンプ STI に決定。ジャパニーズチューンドの象徴。マインズ R34GTR。レスポンスを追求した名機 RB26DETT エンジンと完璧なトラクションを実現するハンドリング。熟成された究極の R が出撃する。マインズ R34GTR VS コスワースダイナコンプ STI。 さあやってまいりました、高原 USA。 もうチューニングの名にかけて日本代表マインズ、新倉道蔵めに名にかけて負けない。ちょっとマインズさんちの GTR 強敵ですけど、インプレッサーのいいとこ出しながら頑張ります。うっす。バトルはホースシーフマイルを逆走で使用する特設区間。Good luck. Nice to meet you. Nice to meet you. よし、決まっていくんばいすよ。インプレッサー風間の先行で日米決戦がスタート。なんとストレートでマインズを引き離すインプレッサー風間。このまま逃げ切れるか。だがギアが合わない。コーナーもアンダー気味でアクセル音が遅れる。マインズ土屋は風間をロックオン。バトルは後半の高速セクションへ。ここでもマインズがベタ付けだ。1本目はマインズ R34GTR が勝利。ダメだ、3人入れれねえ。楽勝。前からスタートしないとわからないですね。ぶっちぎってやる。でも速いコスワース、ワークスですよ、ワークス、 F1 のワークス。前後を入れ替えての2本目。劣勢の風間、どこまで食らいつけるのか。ストレートではアドバンテージがあるものの、コーナーが段違い。ギアが合わない風間、無理に3速を使ってシフトミス。きちんと車を曲げて脱出を早くするマインズの走り。究極のコーナリングを見せつけて、日米決戦はマインズ R34GTR 圧勝。まああれはうちの勝ちっていう感じですかね。よかったよかった。さあ峠 USA 終わりましたけれどもね。はい、お疲れ様でした。じゃあだけど、コスワースのワークスはすごいね、エンジン、はい、エンジンは良かったですよ、ね。はい、エンジン立派。ちょっと後追いの時はね、はい、ビビったけどね、直線速くてコーナーがね、マインズの方が速いね、はい、うん、ということで軽いしね、まあ、ね、ご覧いただいたようにマインズの圧勝ですけれども、はい、コスワースとしては次の球はあるんですか。Actually, with this car, we're going to build upon it, lighten it, improve the suspension, probably maintain the same power because I think the power is, even in some cases, a little bit too much, and build a faster car for next year with the same platform we have right now, and work on some aerodynamics with it, which we're starting to. うちはやっぱり
なんていうんですか、バーだけの車じゃないじゃないですか。トータルバランスね、ちょっと感じ方がちょっと違うと思いますけどね。ここは軽いですからね、もうライトウェイトなんで。だってうちのはほらフル装備じゃない。ね、あの街中も快適に走れるぞと。僕も走れそうだね。そうですね。ということでご覧いただいたように、はい、マインズの圧勝ということで、トーレウィーナーはマインズです。おっ、ありがとうございます。あの完全燃焼。Thank you very much。来年チャレンジだね。Absolutely, absolutely。さあということで、これじゃあさ、ニクラさんあんま面白くないね。はい、ぶっちぎっちゃったもんね。まあ面白いですけどね。面白い。はい、じゃあさ、はい、俺らはここをまたタイムアタック嵐やろうか。タイムアタック嵐。じゃあ上から下から、うん、ここがね、XS がね、XS が1分1秒1秒ですね。まあちょっとじゃあ考えてやってみますかね。タイヤニューはないけどさ、はい、そうですね。じゃあ融通でどのぐらいかやってみようか、はいはい、ね、はい、ね、はい、オースチーフマイクマインズ R34GTR タイムアタック、魂の走り行ってきたいと思います。ターゲットは XS エンジニアリングの1分1秒23。よし、気合い入れていこう。タイヤの状態を考えると与えられたチャンスは1周のみ。土屋はこのラップに全神経を集中する。レコードを1秒上回るスーパーラップをマーク。土屋は見事一発アタックを決めてみせた。今回 XS エンジニアリングとの直接対決は叶わなかったものの、マインズはアメリカの大地にその意向を見せつけた。挑戦、なんと USA、まあ、せっかく来たんで、やっぱりどこも制覇したいと。まあそうですね、やるだけやってみようじゃないかということで、土屋さんよろしく。あのね、ここのね、ウィロースプリングスのストリートコース、はい、1分25秒6、はい、まあ、なんとかお願いします。ランエボのチューニングからしい。そうですね、まあ、結構タイトなあれなんで、まあ、ランエボっていうのは有利でしょうけどね、まあ、それに挑戦して、一発行ってもらいます。コースレコード行っちゃおうか。まあなんとか、ね、お願いします。マインズ号の挑戦、ウィロースプリングスのストリートコース、1分25秒6、振り返るぞ。 USA 本土に上陸したマインズ GTR に与えられたもう一つの使命は、ストリートカーによるタイムアタックのメッカ、ストリートオブウィローにレコードを残すこと。マインズ R34GTRスーパーラップ。マジモードで行くよ。マジモードでターゲットタイムは1分25秒6。テクニカルな難コース、ストリートオブイローをドリドリはどう攻めるのか。
イムはなんとレコードを4秒以上上回る驚異的なタイムをマーク。うわマジマジやばいよこれ、めちゃくちゃ速いなマインズ号は。吸収がいいねこういうバンプの、うん、車がね暴れてんだけどバンプの吸収がいいから収まりがない、速いのバンバンって暴れるんだけど、この路面でね、だけど吸収が速い、すぐアクセルオンにつなげられる。久々にこんな速い車でタイムアタックしたよね。いやーすげえいい車、怖いところがない。21秒、21秒速い、すごいすごい。マインズの持つ GTR チューニングのノウハウが結集したこの R34 はスクワラップだけでなくどんなステージでも速いことを証明した。